はようございます。おい、なんだこのボールは。ん？ちょっと待って。これ M 級じゃねえかよ。いやそこじゃねえんだわ。ちょっと待って、そのグローブは。これ？これ M 級です。ああ話が通じないな。アプローチで。いいんだわそれは。左手についてるもんアプローチで。テロップ多くなるからやめろ。違うグローブグローブグローブ。グローブあこれ？あぶえ？あなんだ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 。変わってないよ。変わってないよ。なんだ。ちょっと見なかったから全然変わってないですよ。あいつのグローブがあれなんじゃん。あいつディオっすよ。ディオ変わってないっすよ。いや変わってねえじゃねえかよ。変わってないっすよ。あなんか顔うぜえなおめえ。うぜえ顔してるな本当にな。ちょっと待ったおい何のイリュージョンが起きた。はい何のイリュージョンが起きた。アプローチちゃうねん。そこじゃないよ。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。ねえねえねえ、なにグローブ変わっとるよ。変わってないよ。いや変わってるよ。見てみろほらあいつのグローブ見て。あいつのグローブ見て。あいついいやもう。見て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 。ディオスよだから。まあいいグローブだよね。早く投げろお前。はいよ。あれ？いや変わってないか。そうだ。違うだろ。何言ってんだよ。お気のせい？変わってない変わってない変わってない。相変わらずいい音鳴らすな。これやっぱお気に入りやがんな。はいはいはい。変わってない。いやごめんなんかそもそもその時点で変わってたと思ってたから。いい加減しろお前な。ったか本当にな。気をつけろよお前。ちょっといいですか。すみませんありがとうございます。隠しやんじゃねえかよ。お前向こう映しとけよ。なんかおかしいなと思ったよ。いや買っちゃいましたよ。はいはい。ちょっと待って、ね、その前に団長手組まなくていいんだよ。スライダー行くよ。はい、行くよ。おピッチャーやってくれ。よし、今の握りはですね、中指と、親指を持ってクッと切るだけで曲がります。おヒロトカットしててくれこれ。何違うんだ。俺ファーストミット取りてんだって。あこれ新しくなってる。ここまでが長い。はいどうもショイテビです。よろしくお願いします。長いよこの前説みたいな。誰だよやったのかよ。すげえ長い。おいおいおい誰がやってんだよ。黒幕だろ黒幕が。斉藤映し映し押す押すじゃねえんだよ。というわけで今回ですねこちらのグローブ、はい、アクティブ M ファーストミットじゃん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 と初のアクティブ M 史上初のファーストミットが発売されたということでゲットしました。はい、こちらねシュプリーム和牛という和牛で作られたファーストミットになっておりまして、なんといってもこの紐がいやちょっとわかんないわかんないし、あのこれラベルだっけ、このラベルがウェーブウェーブウェブがですね、なんかこれ俺内野手とか外野手とかで使うようなウェブじゃないかなと思ったんですけど、クロスウェブね、クロスウェブこれ、うん、はい、このクロスウェブのファーストミットってあります？あんま見ない。あります？あんま見ない。あんま見ないよね。そうそうそうね。あっても中田翔さんが使ってるこのバスケットウェブは珍しいなと思ったけど、クロスウェブは多分ないと思う。確かに見たことない。黒幕がね持ってくるね、このグローブね。これが多分これ違和感ないと思う。2ピースの、はい、ウェーブのファーストミットなんですけど、とは違ってこちらこのようなグローブウェーブなってます。いわゆるあのこだわりがあるグローブになってます。はいはい、まあ、あのアクティブ M さんで言えばやっぱアンダシャツ、このアンシャツですけど、アンシャツちょっと待って今大丈夫だった。このアクティブさんといえばこのアンダシャツですよね。ですよね。無理やりテイク2にするんじゃねえ。まあ団長もほら着てますよ。団長もね。ラガーズすげえ着てますから。はいはいはい。このスパッツもね。スパッツもあります。アクティブ。はいはい、はい。ハーパンもあります。アクティブ。バットもあります。チャイオもある。内野手もある。キャッチャーミットもある。来ました。ファーストミット。はい。はい。しかも他のアクティブ M のグローブって多分ブラウン系かな。そうですね。が多分主流で、キャッチャーミットは僕が紹介したやつは、うん、アクティブ M のオレンジのほのほらヒートベアーズ取材ですごい大活躍してくれましたでしょ。 あれもありますけど、今回は赤オレンジカラーで、しかもあのアクティブ M のこのマークもさ多分今までにないこのラベルになってますよね。もともと水色系だったかな。だったかな。まあ調べてもらって、うん、でこのねメイドインジャパンなんで、で皮がねシュプリーム和牛、和牛を使った、はい、グローブになってます。張りがすごい。とにかく、うんうん、張りもすごいし、
この掴んだら離さないそうな、まあ、ちょっとまだ硬いんですよ。ちょっと待って、説明下手か。あの公式用のファーストミットになってますので、こちらねまだ硬い、若干硬いんでまだ育てる必要がある。でもゴリスポよくやった。あ、それもゴリスポくん、ゴリスポやってました。さすがっす。ゴリスポね、外野使用しかできない男だと思ったらファーストミットもできる。キャッチャーミットもやってた、はいはいはい、刻印がほら内側に入ってるんだ。そう、このラベルの、はいはいはい、このマークがね、同じラベル、はい、こちら刻印になってますし、この中にアクティブームベースボールギアっていうトンボのマークね。これも多分内野仕様とか、ね、他のグローブのとこにこういうとウェブに刻印されてたりとかしてました。こんな感じの中身となってます。中身って言い方中身ちょっとはい、まあ、これとにかくね、革と思う、革のこの張りがとにかくすごい。まだ慣れてないんで、あの音はあれですけど、今後多分大会で音めっちゃいい。なるじゃん。やるじゃん。やるじゃん。なるじゃん。なるじゃんか、これ。音いいな、やっぱ。よくない？それ、重さは？重さは、100万円札。100万円の札束でいくと、多分。おお、すげえな。思ったことあんのか。どうなんだろう。まあ、軽いと思うよ。まあ、ファーストミットはちょっとこうやっぱこうね、大きいからそこそこありますよ、やっぱ。はいはいはい、うん、けど重くはない。まず、あ、とりあえずこれでさ、ちょっと守備あるんですけど、はい、せっかくなんで取り比べします。今まで僕が使ってるようなあのオープンワールドのグローブと取り比べしていきます。はいはい。で、まあ、自分で守備したりとか送球取ったりとかやりますんで、どうぞ。じゃあ今から行ってきますよ。はい、行こう。はい、 OK。でももうシングルキャッチでもいけそうじゃないですか。いけるいける、あとはウェブに入れば行けますよね。はい、行こう。おー、来た。ふぅー、ふぅー、ラストラストラストね。はい、やりやすいね。はい、行こう。はい、こちら。はい、ゴー。やっぱ使い慣れててやっぱ違うな、このヘニョヘニョ具合が。ラストラストラスト、まあ、こんな感じですね。じゃあちょっと送球。オッケー、よし、はい、オッケー、めちゃめちゃいい。見やすいわか。めちゃめちゃいいっすよ。全然取れる。はい、はい、いいよ。オッケー、はい、シャーフォー、よっ、はい、よっ、はい、はい、いいよ。2ぐらいでいいか。うわ、はい、よいしょ。当番そろそろ。おお、ついた。こっちっすね、横、横に入んね、横、横入るわ、こう横は、はい、縦はこうじゃね、こう。まだ先は硬そうだね。硬い硬い硬い。飛ば来い。あ、痛い痛い痛い。膝が膝が。え、入った。小僧になった。はい。プシッ、飛びました。はい、あー、そう、いや、あいつの守備じゃねえか。あいつのいい守備。行こう。試合でやってくんねえかな。守るアンサーもらってないです。こいつ気持ちよくやってんじゃねえだろうな、まさか、あいつ。はい、わー、いい音。やめない、これ、もう、あいつ。ツーラン、ツーラン。
うまいんだよ。うまいから。そうそう。おめえ、取った。うまいけど難しいな。ラストラスト。うわ。もう投げる気ねえぞ。オッケー、オッケー、オッケーです。ありがとう、サンキュー。はい、というわけですね。今回ね、あのファーストミットを使ってね、取り比べしてみましたけども。まあ感想的にはまだちょっとやっぱ柔らかさっていうんですか、手に馴染んだかどうかっていうところもあるし、まだちょっと硬いっていうのもあるし、なかなかうまくいかなかったですけど、まあ最初ねこれももちろん全然取れなかったけど、今はこうやってね、あの取れるようになってますので、いずれこういう風に万能なグローブになると思うので、今後こちらをねしっかり使っていって、あの勝利に貢献したいと思いますので、今後とも皆さん、このアクティブームのファーストミットね、多分店舗限られてるんですよ、取り扱い店舗が。なので、お近くのショップでね、あの見つけたらぜひとも手に取って、こういうグローブかと見てもらってね、あの購入検討してみてください。というわけで本日はこちらのアクティブを紹介しました。チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それでは、あっしゃ、チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それでは、あっしゃー、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Keep doing it.